So called life support equipment is one which is designed to sustain life in a different atmosphere, for example, air crew members and passengers throughout the flight environment. Jesus as well as ancient deities were equipped with well life support equipment system on the earth because they needed it. They wore it because they needed it along with power assisted walking system. 広林、ハ City, Japan. リオナルド・ダ・ヴィンチという画家が描いたことになっているスケッチ画です。 2000年前のイエスとその仲間たちということになります。向かって左にいるのが2000年前のイエスです。このイエスの顎の下に注意してください。何やら奇妙なものが描かれているのがわかります。首の周りですね。顎の下です。何かしらの装置のように見えます。 二つのリングがここで重なっているように見えます。これは何かということなんですけども、ここだけでは判断できないということになります。そのイエスが1500年後のルネサンスの時代に現れました。これがそのイエスです。ベロッキオの書いたセント・ジェロームということになっています。1500年後の イエスですけども、このイエスの顎の下首のここを見てくださいえ奇妙な傷が残っています。穴が開いています。人間にはない穴です。そして左右に奇妙な剣があり首の下には深い傷跡が残っています。この1500年後のイエスと先ほどの2000年前のイエスと比較してみます。首の下 ますかね、顎の下に穴がありそして右の方には、えー、首の周りに器具らしきものをつけています私はこのような形でイエスは顎の下ですね首の周りに生命維持装置をつけていたと判断していますそして同じような生命維持装置をつけた絵がもう一枚ありますこれも右もですね ダベンチなる画家が描いたとされていますけども、この向かって右側のコーンヘッドの首を見ていただきたいと思います。顎の下に奇妙なラインがあります。これも生命維持装置ではないかと、私、林博士は判断しています。そして、その横に立っているこの人物も、2000年前のイエスということになりますが、やはり首の下に何かしら、 奇妙な装置をつけているように見えます。はっきりはしませんが、装置をつけているように見えます。えつまりこのような形で、古代の神々、のみならず、イエスも、顎の下に生命維持装置をつけていたと、そのように私、林博士は判断しています。相互に比較してみると、それが何であるか浮かび上がってきます。一番左は傷跡ですね。そして、 生命維持装置をつけていたということになります。右上は井戸尻高校館にあります、神の土偶です。そして下がエジプト、キサ高原で見つかった土偶です。やはり、顎の下に生命維持装置のようなものをつけているのがわかります。えつまり、古代の神々、そしてイエスは首の下に生命維持装置をつけていた。 判断できるのではないでしょうか。その生命維持装置と同時に考えなくてはいけないのが歩行補助装置です。日本のハニワ、土偶は歩行補助装置を見つけていました。一見すると違った足に見えますが、左二つはハイヒール型、右は ま、探足型ということになります。縄文のヴィーナス、すなわち縄文イナンナも同じ歩行補助装置を身につけていました。仮面の女神もやはり同じ歩行補助装置をつけていました。えつまり、こうした歩行補助装置なしでは、この地上を歩くことができなかったからです。一見、すると違った足に見えますが、長いか短いかを 勘案しますと、皆同じ歩行補助装置ということになります。違いがないという点で同じということになります。ハイヒール型なのか、あるいは単速型なのかということになります。まあ、つまりこのような形で歩行補助装置を身につけていたということになりますが、世界の神々もやはり 歩行補助装置をつけていました日本の土偶と比較してみると、それがよくわかります。左が日本の土偶、右が、右上が、セルビアのビンカで見つかった土偶です。そしてその下が、バビロニア周辺で見つかっているイナンナ・イシュタールです。両方を比べていただくとわかりますように、向かって左,が左側の足は異様に太く、そして向かって右側の、まあ、神々の足は異様に細いということです。で、これが、 まあ歩行補助装置であるというその証拠です。歩行補助装置と本来の足の間に隙間があり、その隙間からその向こうにある衣服の一部が透けて見えます。つまりこの黄色い部分が本来の足であり、向かって左側の赤い部分が歩行補助装置ということになります。ネムルードで見つかった壁画です。まあ、右は現在人間が使っている歩行補助装置です。 他の神々も歩行補助装置を使っています。やはり歩行補助装置と足の間に隙間があり、その向こうの衣服が透けて見えます。つまり、歩行補助装置を身につけたイコール、こうした歩行補助装置なしでは、この地球上を歩くことができなかったということになります。一番右の神は、間の まあ、なんとか、透けて見える部分の衣服がはっきりしませんが、膝の部分が同じということで、やはり歩行補助装置と判断します。そしてこのような土偶も日本で見つかっています。つまり、下半身だけの土偶です。北海道で見つかっています。そして、八戸で見つかっている合掌土偶と言われているものです。こうして並べてみますと、この、左、左の 下半身だけの土偶は歩行補助装置であることがわかります。左下がビンカそして足だけの土偶も見つかっています。組み合わせますと、そのコンセプトは日本の土偶と一致します。ビンカで見つかっている土偶です。椅子に座っています。そして右の方が仮面の女神です。三角頭、カクンカクン型。 一致します。そして耳のところには小さな穴も開いていて、そして三角の下には口のようなものも表現されています。特に注意していただきたいのがこのおへそです。盛り上がって中央に穴が開いています。これが、ですから私は歩行、日本で見つかった歩行補助装置と判断しています。横並べてみますと合掌道具と一致します。つまりこのような歩行補助装置なしでは この地上を歩くことができなかったということです。この歩行補助装置と冒頭でお見せしました生命維持装置ともう一度重ね合わせて考えてみます。なぜこうしたものを身につけていたか。理由は簡単です。そうしたものを必要としたのです。もう一度このダヴィンチなる 画家が描いたとされるこのスケッチ画を見てください。2000年前のイエスです。顎の下、首の周りに奇妙な装置のようなものをつけていますが、歩行補助装置をつけていたことを考え合わせますと、これは生命維持装置ということになります。つまりこのような生命維持装置を身につけていたということになります。 まあ直接首を通して体内と接続していたということになります。その痕跡がこの絵の中に残っています。顎の下首にですね、えー、奇妙な穴があります。あるいはその痕跡が見られます。チューブからご覧ください。 傷ではなく中にかなり深く入り込んだ穴ということになります。そしてここには奇妙なラインも見られます。この首から下はひょっとしたらスーツかもしれません。不愛が違います。そして右が2000年前のイエス、そして左が500年前のイエスということになります。その証明は別のところでしましたので、 どうかそちらをご覧になってください。今日は省略させていただきます。えつまり、このような形でですね、イエスは生命維持装置を身につけていたということになります。向かって右はですね、貴婦人と男というようなタイトルがついていますけども、この右の人はコーンヘッドです。顔が異様です。そしてその顎の下からはこのようなものが伸びています。 生命維持装置と判断できます。この地球で生活するためには、このような生命維持装置が欠かせなかったものと思われます。それは、あの歩行補助装置とコンセプトを同じにするものです。このイエスも首の下に、やはり何かしらの装置をつけているように見えます。ともかくも、左2枚を この絵をしっかりと見てください。そして、右下の、この人物の顎の下を見てください。こうして繋ぎ合わせますと、一番左は傷、そして右の方は生命維持装置ということになります。古代の神々は、そのような装置をつけていました。井戸尻高古館に飾ってありますエイリアンの土偶です。 首の下にやはり生命維持装置のようなものがついています。そして同じようなものがエジプトのギザ高原でも見つかっています。首の下に生命維持装置らしきものを見つけています。歩行補助装置と生命維持装置。どこかペアで使われていたように私、林博士は考えています。 Bye! The most confused you will ever get is when you try to convince your heart and spirit of something your mind knows is a lie. Shannon L. Adler 一番混乱するトというのはね、心の中で嘘とウソていることを自分に言って納得させるときだよ。シャノンエルアルダー。Common sense is what tells us the earth is flat. Stuart Chase. Chase. It was not curiosity that killed the goose who laid the golden egg, but an insatiable greed that devoured common sense. E. A. Vucanary 金の卵を産む鶏を殺したのは好奇心ではなかったんだよ。常識をむさぼり食う貪欲さだったんだよ。いいえブキャ e リ l y c o m m o n sense ain't c o m m o n w l <Will> l Rogers 常識などというものはね、決して 不変じゃないよ。Will Rogers.Common sense is seeing things as they are and doing things as they ought to be.Harrett Beecher s t o 常識というのはね、物事をあるがままに見ることだよ。そして、 それがあるべきようにそれをする事だよ, Harriet Common sense is judgment without reflection, shared by an entire class, an entire nation, or the entire human race. Giambattista Vico. 常識などというものはね、考えないで物を判断することだよ。階級の中でも、国の中でも、そして人間の中でもね。ギャム・バチスタ・ビコ。Common sense is part of the homemade ideology of those who have been deprived of fundamental learning of those who have been kept i g n o r a n t ジョン n Burger 常識というのはね、基本的な学力を奪われた人たちが持つ家の中でできたイデオロギーのようなものだよ。つまり、無知な人のままでいるためのね。ジョン n b u r Common sense is a collection of prejudices acquired by age 18.Albert Einstein 常識などというものはね、その人が18歳の時までに持った偏見の塊だよ。Albert Einstein。Common sense 常識というのはね、考える力を省くための便利な道具だよ。林広し まず皆さんにアフラマズダーのレディーフを見ていただきます。向かって右側、真剣を表す棒、つまり尺を持っているのがアフラマズダーです。そのアフラマズダーの足に注意してください。どこかおかしいですね。脚部がですね、そのまま丸くなって終わっています。つまり 私たちが言うですね。足がありません。上は人間が馬にまたがった様子を描いたものです。あぶみが描かれています。そして足があります。しかし、アフラ・マズダーの足には、つまり足がありません。これがアフラ・マズダーの実像ということになります。大切なことは、あるがままに、 それを受け入れていくということではないでしょうか。みんなバビロニアで見つかっている毒だと思いますけども、やはり足が同じように表現されています。足がありません。大切なことは、まずそこにある事実をあるがままに認め、その上で物事を考えていくということではないでしょうか。 同じような像が日本でも作られていました。埴輪です。手の先を見てください。スーッと流れて終わってますね。そして関節がないように見えます。同じような像がエジプトでも作られています。やはり手の先がスーッと流れて終わっています。まあ、こうした像を見たときにですね、 こうした像は芸術家のクリエイティブなマインドによって作られたと考えてしまうのはどうかと思います。つまり同じような像が世界中で見つかっているということです。まあ、こうした事実をですね、積み重ねてその中から合理的な理論を引き出していく。それが大切だと私は考えます。 で、足も同じようにスーッと流れて終わっていると考えるのはごく自然なことだと思います。手と足は同じように作られているということになります。そして、一番右の埴輪へと袖がつながっています。注意深くご覧ください。 そこで少し掘り下げて考えてみます。先ほどのアフラマズダーのレリーフです。向かって右側にいるのがアフラマズダー。そして手に真剣を表す尺を持っています。で、中央にいるのがアルダシール一世王ですね。で、今度はそのアフラマズダーが持っている和、つまり王剣を表すリングに注意してください。リボン付きの リングです。王権リングですね。で、これを渡された王は、その土地を支配できるということになります。そのシンボルが、この王権リングということになります。まあ、短冊といいますか、リボンのようなものがついていたと考えられます。で、これは、コスロ二2世、ペルシャ帝国最後の王と言われていますけども、中央にそのコスロ二2世が、 彫刻されています。そして、やはり同じように、この場合は向かって右側の穴引いたから、王権リングを渡されています。この王権リングに注意してください。大変精緻に彫刻されています。そして、それと同じリングが、長野県の井戸尻の考古館にある土器ということになってますけども、土器の最上部に掘られています。全く同じです。和というよりも、 螺旋形の輪ということになります。形も、そして模様も同じです。すなわち、長野県の糸尻の高古館に展示してあるこれは、土器ではなく、土偶の一部だということになります。で、この王剣リングは、どうやら、頭の後ろにつけて、まあ、飾った、飾られたようです。アフラーマズダーの頭の後ろを見てください。同じような短冊が、 後部に流れているのがわかります。つまり、王権リング。リボン付きの王権リングはこのようにして頭の後ろにつけたということですね。そのコンセプトは、右側の井戸人の高校館にあります土器なる土偶のコンセプトと一致します。そして、一風変わったローブのようなものを身につけています。そして、頭の横にはポコンポコンと髪の毛まで表現されていますが、その手を見ていただきたいと思います。 手のひらがなく、やはりくるくるくるっと巻いています。そしてその形は、先ほどお見せしましたアフラマズダーの足と同じです。比較してみてください。いわゆる脚部はあるんですけども、足の、足がないわけですね。日本語では両方とも足と言いますけども、足がないわけです。つまり、レッグはありますけども、フットがないわけです。こうしてつながっていくわけです。つまり、左がアフラマズダーであるならば、 右の、まあ、この、土偶もですね、アフラ・マズダーの一部と考えるのが、自然ということになります。もう一度、この、井戸尻、考古館にあります、像を見てください。このような形になっているんですね。そして手の先を見てください。くるっと巻いています。バビロニアで見つかった像と一致します。これが、事実なんですね。 そしてもう一度比べていただけます。左がアフラマズダを表したリ,リーフです。そして右が日本にある糸尻の考古館にある土器、土偶ですね。そして頭の部分もあります。ただし、これは日本では航路となっていますけども、これは逆さまに置いてあります。そして頭を比較してみてください。顔が一致します。つまり右の 土器なるものは土器ではなくて、二、えー、つ一組の土偶であるということを示します。そしてそれはまさしくアフラマズダーということになります。繰り返します。日本ではこのように展示してあります。何でもかんでも逆さまに置くのが日本の風習のようです。それはともかくも、これをこのように据え付けてみますと、ちょうど大きさもぴったりと合います。そして、 その姿はアフラマズダーということになります。そしてその井戸尻高校館にある像と大変よく似た像がエジプトでも見つかっています。ギサ高原でこのようなアーティファクトが見つかっています。異様に大きな目、細い顎、 細い首、あるいは生命維持装置のようなものであったかもしれません。で、比較してみますと、作り方、形が大変よく似ているのがわかります。中央に、まあ、鼻ですよね。左の方は私はマスクであると判断しています。えー、後でこれ紹介しますけども、いわゆる釈迦堂でも同じような、まあ、香炉が見つかっています。 航路なんかではありませんね。その証拠に右のゲザ高原で見つかっているこのアーティファクトに横こにはこのような謎めいた物体が彫刻されています。これは誰が見ても、誰が見ても UFO ですね。今でいう UFO です。つまり、このような形で右のアーティファクトはですね、人間ではない。つまり、 エイリアンであるとといいうことを示しています。そして一番左が釈迦堂で、に展示してあります。やはり航路ということになりますけれども、これは航路ではありませんね。逆さまにしてみますと、右二つのアーティファクトと大変よく似ているのがわかります。そして、このように置き直してみますと、それはそのまま右のレリーフのアフラーマズダーのそれと一致します。 つまり、井戸尻高校館に飾られている、この土器なるものは、アフラマウダーそのものであるということになります。ただ、レリーフなどによればですね、オーバーオールのヘルメットをかぶった像で描かれることが多いです。そして、左は、これは甲府の県立高校博物館に展示してあります像ですけども、やはり髪の毛の 表現の仕方などが一致します。そして頭の後ろには、いわゆるオーケンリングが表現されています。つまり、古代の神々には手のひらがなかったということになります。同時に足もなかったということになります。これはニムルードに残るレリーフですけども、そのため古代の神々は、例えば、 歩くときには歩行補助装置を必要としたということになります。これが歩行補助装置です。今赤枠で囲ったのがサンダルです。そしてこの黄色い部分が本来の足ということになります。そしてふくらはぎの部分は歩行補助装置ということになります。異様に細い足であったということですね。これ赤い部分が歩行補助装置。 であったと考えられます。その証拠に、その間には隙間があり、その向こうの衣服がそのままあ透けて見えます。この赤枠の部分に注意してください。黄色い部分が本来の足であり、赤い部分が歩行補助装置ということになります。そしてその向こうに衣服の一部が見えて、見えています。横線も一致している点に注意してください。えつまり、古代の神々は、 このような歩行補助装置を必要としたということです。その理由はもうわかりですね。先ほどお見せしましたように、まあ人間でいうフットそのものがありません。ですから歩行補助装置を必要としたということになります。この事実をどうか皆さん軽く考えないでください。つまり古代の神々が何であったかを知る大変 重要な手がかりとなる事実です。そしてこれが現在人間が使っている歩行補助装置です。で、アフラマズダーの話をしておきたいと思います。これはペルセポリスに残る世界最古のアフラマズダーのレリーフです。アフラマズダーですけども、 これは乗り物なのか、それともアフラマズザーの羽なのか判断しかねています。上がホルス。まあ、エジプトの神ですけども、ホルスです。下がアフラマズザーです。同じコンセプトで作られているのがわかります。まあ、船であるんですよ。これ3人乗ってるのも表現されてるんですね。バビロニアで見つかっているレディフニにはそういうものがあります。ですから、 これ全体が船であったのか、それともアフラマズダー自身についていた羽なのか判断しかれますけども、まあ、ともかくもアフラマズダーの下のくるくるっと巻いたのが私は足のように思います。つまり、まあ、それを象徴的にですね、このような形で今赤丸つけましたけども、表現してあるのではないかと私、林許しは考えています。えともかくも少なくとも言えることはですね、アフラマズダーは左の ような歩行補助装置なくしては、この地球上を歩くことができなかったということになります。あるいは、アフラ・マズダーの名を使った古代の神々、いわゆる、まあ、エイリアンであった可能性もあります。その部分についても判断しかねていますけども、要するにこうして並べてみていただきますと、まあ、異様に細い足が共通点、共通性を持って表現されているということですね。そして、その様子がこうした まあ、レリーフの中にも表現されているということです。この足の部分を注意深くご覧ください。これが皆さん事実だということですね。そして同時に冒頭で言いましたように、私たちの持っている常識をですね、一度ひっくり返して考えてみる必要があるということです。そういった意味でもう一度この動画を皆さんにご覧いただきました。続いて、三生体の アーティファクトの謎について考えてみます。どうかご覧になってください。Bye for now. Leonardo da Vinci was a concocted artist in the Renaissance, and Leonardo did not even exist. His self-portraits were also concocted after Luca Shinorelli and 3D printing technology, and even his name might have been concocted after Andrea del Verrocchio. Leonard was a puppet artist of Jesus after 1500 years, and that is why Leonard could leave his so-called masterpieces, such as maps of Imola and Florence, as well as Mona Lisa. Leonard was a puppet artist of Jesus after 1500 years. Here I can show you the evidence to prove this fact. ダヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでした。言うなれば、1500年後のイエスのただの操り人形。2枚の肖像画が残っていますが、1枚はルカ・シノレルの顔に大きな鼻と髭をつけたもの。もう1枚は 3D プリンティングテクノロジーを使って作られた捏造画像。名前もベロッキオの名前の 文字を入れ替えてできた可能性があります。ダヴィンチの作品、例えば、イモラの地図、フロレンスの地図、それに、モナリザなどは、人間には書けるはずもないものばかりです。つまり、これらの作品を書いたのは、1500年後のイエス。1500年後のイエスでした。ここに、その証拠と証明をお見せいたします。広しは ハママ・シティ・ジャパンこの動画は言うなれば総合ダイジェスト版ということになります私がダヴィンチを疑い始めたのはこのイモラの地図からです現在3枚の地図が公表されていますけども、まあ、どれがどれということは重要ではありませんどれも イモラの街、かなり上空から見て描かないと描けない地図だということです。あるいは写真で撮って、その写真を元にして作らないと作れない地図だということです。それをこの動画の中、ナンバー960で説明しました。そして一番下の地図などはですね、影まで描かれています。そして道の上に置かれた馬車まで描かれています。 向かって一番右の地図ですね。これがイモラの地図だということです。で、これに対して、イモラの町の中心部にあります、塔から、まあ、下を見てですね、このような地図を作ったというふうに説明してく,れくださった外国の方もいらっしゃいます。が、本当にそうでしょうか高い塔から下を見てですね、地図が書けるものなのでしょうか道路は、 家々の影に隠れて見えないはずです。で、今ここで皆さんにお見せしているのは3倍の地図の比較です。で、例えば塀などがありますね。そうした塀の影なども、まあ、書かれているということですね。そして、建物の間に隠れている家の歪んだ角度まで同じだということです。あるいは家の 中の庭まで書かれているという点です。他にもダヴィンチはいろいろな地図を書き残しています。この後を紹介しますフィレンセ、つまり現在のフロレンスの地図などもその中の一枚ですけども、まあ人間には書けるはずもない地図だということです。まあこうした地図が残っているわけですね。で、右の方が 実際の写真です。で、色を落としてみますと、山の、なんて言いますかね、表現の仕方、平野部の表現の仕方も同じだということです。で、これがイモラの、現在のイモラの地図です。で、私もこうして真似て作ってみたんですけどもね、下がダヴィンチュが500年前に描いた地図です。 道などは当時と比べてですね、現在は直線的になっているようですね。で、こう比較してみますと、細かいって言いますか、路地などは昔のままだということです。で、ここに点々がありますね、下の方にね。これはあの、馬車かと思われます。そうしたものまで、下の、まあ、なんて言いますか、ダヴィンチの書いたイモラの地図には書いてあるということです。 で、この辺が、まあ、空き地になっているのはおそらく、火事か何かで木が、まあ、家がなくなったか、そして木も表現されてますね。そしてこの建物の間の中に、中のこの建物、やや歪んでますね。平行じゃありませんね。こうしたところも正確に描いてあるということです。で、この部分を外から見ても見えないということです。なあち、ダヴィンチは人間には描けるはずもない地図を描いていたということになります。 もう一枚の地図を紹介します。フィレンツェ。つまり現在のフロレンスの地図です。で、これがダヴィンチの書いた地図です。これが実際の写真です。で、両者を比べてみますと、同じだということですね。そしてこの川が分かれているところありますね。それを線で繋いでみました。 正確にそれが表現してあるということです。そして色を落としてみますと、先ほど見ましたように、山と平野部が正確に描かれているのがわかります。上がダヴィンチの描いた地図です。下が実際の写真です。高度2、300キロないと、このようには見えないということですね。で、ダヴィンチの描いた地図はですね、真上から見て描いた地図ではなくて、斜め 情報から見て書いた地図だということです。で、当時は交通事情も悪かったのでしょうけども、こうした地図が残っているということです。つまり、人間には書けるはずもない地図だということです。モナリザについても同じようなことが言えます。まあ、地図をマクロの 作品とするならば、モナリザはミクロの作品ということになります。アイルワースのモナリザです。で、当初この両者を比べているときに、それに気がつきました。ほんのわずかだけ動きがありますね。頭の髪の毛の分かれ際を見ていただきますと角度がやや違います。そして、あとは全く同じだということですね。 まあそうした部分から、まあ私はですね、これらが写真技術を使って作られた絵であるというふうに判断しました。上は板の上に描かれています。下はキャンバスの上に描かれています。ですから、風合いがやや違いますが、同じだということです。で、モナリザの特に襟の部分ですね。その襟の部分には1ミリの半分、 1>, 1ミリの半分ですよ。0.5ミリもしくは0.3ミリの線が書かれています。そしてその線は複雑に交差し、そしてその線には影まで付けられています。筆で書いたのではなくて、細かい筆で、点点点点点と点を付けて書いたと言われています。つまり現在の私たちが使っているプリンター方式だということですね。で 皆さんも一度してみてください。1ミリの半分のラインで交差して、そしてそれに影までつけることができるかと、私は何度もやってみましたが、ほんの一部でも私にはできませんでした。というようなことから、このモナイザーは人間によって少なくとも筆のようなものを使って書かれたものでないと判断しました。 左がモナリザです。右がアイルバースのモナリザです。明暗を書いてあるだけで全く同じなんですね。すなわち、右の方は明度を上げたために、まあ細かい細い線が消えています。が、よく見ると同じだということですね。まあ下に私の顔、といいますか、イラストを並べておきましたけども、左の写真の明度を落としたのが、 右のアイルワースのモナリザだということです。まあ、そこに気がついたときに、私はこれらの絵はですね、人間の手によって描かれたものではないと判断しました。この絵の部分ですね。で、この上のモナリザの方ですね、は今も言いましたように、1ミリの半分あるいは3分の1の太さのラインで描かれています。 この部分なんかはもう 0.3mm ないと思いますよ。そしてよく見ていただくとわかりますように線が交差してますね。そしてその線を拡大してみますと、なんとその線には陰影までつけてあるということです。まあ、モネさって言いますと大きな絵のように思っていらっしゃる方も多いかと思いますけども、小さな絵なんですね。私もこんなに小さい絵だとは思っていませんでした。で、このラインの大きさを知るために、 こうして分割していって太さを計算してみました。そうした作業も1526の方でしてみました。このラインですね。で、この黄色い枠が 1.5×1.5 ミリですよ。センチではなくてミリですよ。そしてその幅は太く見ても0.5ミリあるいは0.3ミリかもしれません。ともかくもそんな幅の線でこうした 絵が描かれているということです。そしてですね、大変よく似てるとはいえ、よく見ると、ギリシャ彫刻で私が発見したように、ほんのわずかだけ動きがあるのですね。この部分にそれが現れています。つまり、やや時間差を置いてデータを取られているということです。ここまで似せて作られていながら、描かれていながら、 しかし、動きがあるということですね。で、やはり同じように、念のためにこう喋ってみました。今の線の太さが0.5ミ、mm、リです。で、まあ、0.5ミ、mm、リないかもしれませんね。これ、あの、黄色いのが 1.5×1.5 ミリですからね。さらに下の細い線はもっと細いですからね。で、0.3ミ、mm、リという数字が出てきました。そして、ここを見てください。0.3ミ、mm、リの線でですね、その、 線が交差し、そして陰影まで付けてあります。つまり、書けるか書けないかということは、あなた自身の問題として考えていただければ、その答えが出てくるのではないでしょうか。ただ、モナリザと右のアイル、アイルワースのモナリザとでは、やや模様の、模様が違うようです。メイドを上げて、アイルワースのモナリザを作った。 ということになります。で、私たちがよく知っているあのダヴィンチの肖像画について結論を出しておきます。これが元のデータベースです。これらの絵はすべて一応リオナルド・ダヴィンチが書き残したものだと言われています。中央の人はメンと紹介されています。そしてその絵を元にして下、右のですね、 私たちが知っているダヴィンチの肖像画が熱をされました。細かいところを精査していきますと、全く同じなんですね。まあ見た感じ同じだということもわかります。そして、下の右のですね、ダヴィンチの髭の下にはですね、いわゆる輪郭まで見えているということです。薄く見えています。すなわち、髭を後で描き足したということです。 この肖像画は偽物です。で、もう一枚、ダヴィンチには肖像画が残っています。これはルカ・シニョレディです。7歳当時、ダヴィンチより年上でした。みんな私たちがダヴィンチの自画像と呼んでいるものです。この両者は、花の太さと長さ、そして、 ヒゲを除いて全く同じです。ただ今も言いましたように7歳年上ですから7歳年上らしくは表現してあります。上、まぶたのたるみ、あるいは目尻のシワなどにそれが見られます。が基本的には全く同じだということです。まあ、この称号も1902号でしてみました。で、ダヴィンチの花を死ぬれにくっつけ、ヒをくっつけますと、それはそのまま ダ・ビンチの顔になるとということです。つまり私たちが知っているダヴィンチの別のもう一枚の肖像画も捏造された肖像画ということになります2枚の肖像画が偽物であるとするならばリオナルド・ダヴィンチが存在していたという直接的な証拠はないということになります で、これがアンドレア・デル・ヴェロッキオですけども、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前も捏造されたものではないかと私は疑っています。英語名で書いた上がアンドレア・デル・ヴェロッキオです。あくまでも英語名ですよ。で、それを並び替えていますと、そのままレオナルド・ダ・ヴィンチとなります。ただ、右から3文字目の H だけは 下のレオナルド・ダ・ヴィンチの中にはありません。がしかし、それを H を除けば、全く同じなんですね。なすなわち、アンドレア・デル・ヴェロッキオという画家の名前をですね、の名前の文字を入れ替えてできたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチということになります。つまり、名前も捏造された可能性があるということです。これは、 偶然ということもあり得ますので、ペンディングということにしておきます。ともかくも、このように一致するということですね。H だけを除いて一致するということです。そして、ベロッキオはダヴィンチよりも17歳年上でした。イエスの洗礼を共に一緒に書いたというのではなくて、一人の 別の画家が描いたものを二人の名前で発表したのと,と私、林博は判断しています。まあ、ここで三人の芸術家の名前が出てきます。アンドレア・デル・ベロッキオです。1435年生まれですね。で、ルカ・シノリーです。 1445そしてレオナルド・ダヴィンチ1452です。で、アンドレア・デル・ヴェロッキオとダヴィンチの年齢差は17歳。ルカシヌ・レリとダヴィンチの年齢差は7歳ということになります。で、この中で誰がボスかということになるわけですけども、私はアンドレア・デル・ヴェロッキオだと判断しています。この一枚のセント・ジェロームの絵が、まあ、その証拠ということになります。 これがアンドレア・デル・ベロッキオです。極めて聖地で、まあ、写真のようにというか、写真そのものですね。そして、このセント・ジェロームは人間ではありません。まあ、その証明も1902の方でしました。で、右が一応、レオナルド・ダヴィンジがン書いたと言われているセント・ジェロームです。 特に鼻の先などを見ていただきたいと思うんですけども、全く同じなんですね。で、左のベロッキオの描いたセント・ジェロームの方がより正確で聖地だということです。で、右の方はリオナルド・ダ・ヴィンチですね。まあ当然、リオナルド・ダ・ヴィンチがベロッキオの絵を真似したということになるわけですけども、しかし、右のセント・ジェロームの目の中には、 トカゲなどにしかないって言いますかね。人間にはない、えー、膜というのも描かれています。で、左の方は毛穴まで表現してあるということですね。で、私はこの三人の中では、アンドレア・デル・ベロッキオがボスであると考えています。で、私たちが知っている、レオナルド・ダヴィンチなる、いわゆるまあ、架空の、架空の画家ですよね。 そして、あやつり人形はですね、えー、ルカ・シヌレリをもとにして作られた、まあ、芸術家ということになります。で、この両者はイエスの洗礼を書いていますけども、両者が書いたのではなくて繰り返しになりますけども、まあ、二人の名前で発表したということになります。 で、1500年後のイエスの話をしておきます。ミケランジョロも1500年後のイエスの操り人形芸術家でした。その代表作と言われているのがこのペーター像ですけども、向かって左側のイエスの右腕を見てください。奇妙なコブがあるのに皆さんもお気づきになると思います。このコブですね。で、このコブは何かってことを調べました。 このコブに注意してください。このコブが謎を解く鍵になりました。奇妙なコブですね。ボコボコと、まあ、人間にはないコブがこのように表現されています。これと同じコブがですね、カシナの戦いの右下の人物に描かれています。頭に鼻かむりをつけています。まあ、このカシナの群像の中の 王であることを示します。そしてこの腕を大きく反転していますと、その腕は先ほどお見せしました、ペータ像に彫り込まれているイエスの腕と一致します。なおち、このような形で、1500年後のイエスはミケラルゾルという操り画家を通してですね、現実家を通して、この両者は同じ人物、なわちイエスであることを示しています。そして、リオナルドも同じような解剖図を残しています。 人間にはないコブがあります。そしてこの上腕のところにはヒレのようなものがついています。中央の絵にも同じように描か描いていますよ。そしてこのコブを見てください。同じですね。すなあち、この両者がここで一致するわけです。右はレオナルドが描いたと言われている絵です。左はミケランジロが彫ったと言われているペーター像です。で、ここに皆さんにお見せするのが、これが2000年前の イエスです。その証拠に、今言いましたように、頭の戦いの右下に出ているこの人物と、この右の方の人物はですね、パーフェクトに一致します。つまり、このような形で、1500年後のイエスは、これらの人物は2000年前のイエスであるということを示しています。もちろん処刑され,て処刑されたイエスは、あれは替え玉です。その替え玉も別のところで、 カイダマ説も別のところで証明しました。ともかくこの人物がカシナの戦いの右下に描かれている人物です。頭には鼻冠ぶりをつけています。王であることを示します。すなあち、これがイエスだということになるわけです。そして、並べています。同じですね。そして、ピエタ像の中に描かれているイエスとコブで繋がります。こうしてこの三者はイエスであることがわかります。なあち、 2000年前のイエスってことになります。そして、1500年後のイエスは、ルネサンスの時代に復活しました。カシナの戦いをもう一度見てください。この中には、数字が隠し込まれています。7、5、0、2です。 こうした数字をとって、レオナルドは67歳の5月2日に死んだことにしました。この絵が描かれた時にはまだレオナルドは生きていましたから、彼の死亡日も捏造されたということになります。そして両側の7、7を加えますと、イエス復活聖書という意味になります。すなわち、イエスは聖書にのっとり復活したという意味です。つまり、1500年後のイエスは、 イエス自身であったということをイエス自身がこのような形で私たち人間にメッセージを残したということになります。そしてその7502の,の数字をとってダヴィンチはその後67歳の5月2日に死んだということになりました。つまり死ななかったということですね。 で、結論と言いますか、まとめということになります。レオナルド・ダヴィンチなる芸術家はですね、人間には描けるはずもない地図を描いていたということです。そして、人間には描けるはずもない絵を描いていたということです。そして、その肖像画は捏造された ものであるということです。3D もしくは 2D のコンピューター技術を使って描かれていました。で、もう一枚の肖像画もルカ・シノレリの肖像画を元にして作られた偽物であるということですね。つまり、ルカ・シノレリの顔に大きな花とひげをつけたのがダヴィンチだということです。そして、 その名前もどうやら捏造されたものらしいということ。そしてその親分は、ボスはアンドレア・デル・ベロッキョであった可能性が高いということです。ミケランジロも操り人形でした。そしてこの両者を通して、1500年後にイエスは私たちにメッセージを残しました。イエスは 聖書により復活した。と同時に、ダヴィンチのル画家は67歳の5月2日に死んだことにすると。えつまり、レオナルド・ダヴィンチが存在したという証拠はどこにもないのです。本当に存在したのであれば、このような小細工はする必要はなかったはずです。なわち、レオナルド・ダヴィンチは存在していなかったということになります。これが、私、林弘氏が発見した Bye these three artists, Andrea del Verrocchio, Luca Signorelli, and Leonardo da Vinci were puppet artists concocted in the Renaissance by. Jesus Christ after fifteen hundred years. As to Leonardo da Vinci, he was a fictitious artist and he did not even exist, or a disguised artist of Lucaschenelilli with a large nose and a long beard. Most probably you may reckon that I am out of mind. Before you make a surprise when I say so, saying that Hiroshi Hayashi is crazy. I know that, but then I would like to ask you to give me eighteen minutes before you think so and you draw your own conclusion. Eighteen minutes through which you may know that our history itself has been concocted. And you may know there is another version of human history which we don't know besides the history we know. This is not a matter whether you believe in me or not, but a matter whether you accept this fact or not, since I show you only visual evidence. Then I say here again that these three artists. Andrea del Verrocchio, Luca Cinarelli, and Leonardo da Vinci were puppet artists concocted in the Renaissance by Jesus Christ after fifteen hundred years. As to Leonardo da Vinci, he did not even exist or a disguised artist of Luca Cinarelli. アンドレア・デル・ヴェルキオ、ルカ・シニョレッリ、それにレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家たちはルネサンス期に現れた1500年後のイエスの操り人形でした。特にレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は架空の芸術家で存在すらしていませんでした。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家はルカ・シノレリの一人二役の あやつり人形。レカシノレディの顔に大きな鼻と髭をつけたのがレオナルド・ダヴィンチでした。もっともこんなことを言えば皆さんは驚くより前に私の脳みそを疑うでしょう。あやしひろしは狂っているとよくわかっています。だったら18分間だけどうか時間をください。その18分間で あなたはこう思うようになります。私たちの歴史は捏造され、そして私たちが知らなかったもう一つ別の別バージョンの歴史があったのだと。これは私を信ずるとか信じないとかという問題ではありません。事実を受け入れるかどうかという問題です。私はここで目に見える事実のみを皆さんにお見せします。 その上で私はもう一度ここでこう言います。アンドレア・デル・ベロッキオ、ルカ・シノレリ、それにレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家たちはルネサンス期に現れた1500年後のイエスの操り人形でした。特にレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は架空の、架空の芸術家で存在すらしていませんでした。 つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は、ルカ・シノレリの一人二役の操り人形。ルカ・シノレリの顔に大きな鼻とひげをつけたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチでした。ヒロシハヤシ・ハママ・シティ・ジャパン。最初に、私、林宏が発見した、 アンドレア・デル・ベロッキオと、レオナルド・ダヴィンチの不思議な関係について話しておきます。アンドレア・デル・ベロッキオです。アンドレア・デル・ベロッキオの英語名はこうなっています。レオナルド・ダヴィンチの名前はこうなっています。で、調べてみますと、アンドレア・デル・ベロッキオという名前の文字を 並び替えてできたのが、レオナルド・ダヴィンチという名前になっていることがわかります。順に文字を称号していきます。まあ、これは偶然なのかという問題ですね。あるいは偶然で、でもですね、あり得る 確率で起こる偶然なのかということにもなるわけです。V と V がここで一致します。つまり、アンドレア・デル・ヴェロッキオという名前の文字をですね入れ替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチという名前だということです。 で、その次の H だけが、レオナルド・ダヴィンチの方にはありません。飛ばします。あとは、このように、パーフェクトに一致します。果たして、これは偶然なのでしょうか偶然と言い切って良いものなのでしょうか私は、レオナルド・ダヴィンチという名前はですね、アンドレア・デル・ベロッキオという名前を元にして、捏造された名前であるというふうに判断しています。で H についてですけども、イタリア名は茶色字のようになっています。発音記号の方を見ますとですね、Verrocchio となっていて、H は特にあるようにも見えませんね。すなわち、英語名にするときに H を挿入したのではないかと、私、林博史は考えています。まあ、このように一致するということですね。で、アンドレア・デル・ヴェルキ o とレオナルド・ダ・ヴィンチの老いたちなんですけども、 アンドレア・デル・ベロッキの方の方が年上ですね。7歳、17歳ですかね、年上ってことになります。ですから、アンドレア・デル・ベロッキの方の名前をもとにして、レオナルド・ダヴィンチの名前ができた可能性があるということになります。 次に、やはり、私、林博士が発見した、ルカ・シノレディと、レオナルド・ダヴィンチの不思議な関係についても説明しておきます。左がルカ・シノレディです。右が、レオナルド・ダヴィンチです。当時、実際、ルカ・シノレディの方がですね、レオナルド・ダヴィンチより7歳年上でした。7歳年上でした。そうした年齢差が、この両者の肖像画の中にも、 表現されています。上まぶたの、まあ、垂れている様子、あるいは、目尻のシワなどにそれが表現されています。やや、右の、レオナルド・ダヴィンチの方の、にはですね、ぼかしが入っているような感じがします。で、この両者を比べてみますと、鼻の大きさと髭を除いて、あとは、全く、全く、全く同じです。 ここが重要なポイントですから、皆さん自身で確認してください。特に向かって右側の左目の周辺あたり、って言いますかね、そのあたりに注意してください。が、大変奇めなことに、この絵の中でも、それだけ似ているにも関かかわらず、7歳の年齢差を、が表現されているという点です。つまり、同じ、ほぼ同じ時期にできた、 肖像画ということになります。そして今も言いましたように、レオナルドの大きな花をシノレリにくっつけ、ひげをくっつけますと、この両者は全く区別で,できません。そして貼り合わせてみますと、ぴたりと一致します。つまり、ルカ・シノレリとレオナルド・ダヴィンチは同一人物、一人二役の操り人形であったということがこれで証明されます。もう一度詳しく、 精査しています。上がルカシノレッリ、下がレオナルド・ダヴィンチです。上まぶたのタレなどにですね、7歳の年齢差は感じます。しかし、それを除けば、この両者は全く同じだということです。皆さん自身でしっかりと確認してください。これが事実だということです。 まあ上の方はですね、シノレディの方は繰り返しになりますけども、7歳年上であるという、まあ、部分でやや表現の仕方が違うということですね。またそれが正確に表現してあるということです。つまり、ルカシノレディイコールレオナ,レオナルド・ダヴィンチということになります。 ルカ・シレデリの方が、レオナルド・ダヴィンチよりも、早く生まれて、そして後に亡くなっています。つまり、ルカ・シレディがリが、レオナルド・ダヴィンチに変装することはできても、レオナルド・ダヴィンチが、ルカ・シレデリに変装することはできない。つまり、ルカ・シレデリの方が元で、そして大きな花と髭をつけてできたのが、レオナルド・ダヴィンチということになります。レオナルド・ダヴィンチ、架空生物。 架空の芸術家説はこのようにして生まれました。バイ、林宏史です。左がルカシネオレッディ。右がレオナルド・ダヴィンチです。繰り返しになりますけど、ややぼかしが入っている感じがします。そしてもう一度、こうした、まあ、小さな部分を比較してみてください。同じだということです。つまり、右のレオナルド・ダヴィンチなる 操り人形はそもそも存在しなかったということになります。まあこれら両者はですね、一人二役で1500年後のイエスの操り人形として人間との接点で動,、まあ、動いていた人物ということになります。1500年後のイエスが描いたり作ったりした作品をこうした操り人形画家,家たちが人間との接点で まあ、売っていたか、あるいはそのアジェンダを人間に伝えていたということになります。バイ、林、広し、説です。で、1445年にシノレリは生まれたことになっています。その7年後に、レオナルド・ダヴィンチが生まれたことになっています。繰り返します。大きな花と髭を、シノレリの顔にですよ、大きな花と長い髭をつけたのが、 レオナルド・ダヴィンチだということです。なあち、レオナルド・ダヴィンチなる芸術家は存在しなかったということになります。皆さんがご存知のあの老人になってからのレオナルド・ダヴィンチなる肖像画は 3D モデリング方式によって作られた捏造肖像画ということになります。これがルカ・シノレディです。そのルカ・シノレディの鼻に大きな鼻をつけ、そしてげをつけたのが レオナルド・ダヴィンチということになります。繰り返します。レオナルド・ダヴィンチなる操り人形としてのですね、芸術家は存在しなかったということになります。で、話を戻します。アンドレア・デル・ベロッキオです。そして、レオナルド・ダヴィンチです。先ほどお見せしましたように、 アンドレア・デル・ベロッキオの名前を入れ替えてできたのがレオナルド・ダヴィンチだということです。アンドレア・デル・ベロッキオの,の方が17歳年上です。ですから、レオナルド・ダヴィンチという名前の方がですね、アンドレア・デル・ベロッキオの名前を使って作られた名前だということになります。まあ、このような形でも、レオナルド・ダヴィンチという画家がですね、 え、操り人形として働いたわけですけども、存在しなかったという一つの傍傷にはなります。まあ、こうして称号していきますと、それがわかります。繰り返します。アンドレア・デル・ベロッキオという名前をもとにして、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前ができたということです。こうした言葉の遊びと言いますか、文字の遊びというのは、中世以後、あるいはその前後をかかもしれませんけれども、西洋では広く行われています。 で、H についてはイタリア名の方にはありません。で、発音記号を見ますと、アンドレア・デル・ヴェロッキオで、えー、いわゆる、まあ、H が必要であったかどうかという部分で、ですね、私はこの H は後から挿入したものではないかと考えています。確たる証拠はありませんけれども、まあ、ここまでね、偶然の一日はありえない確率で、まあ、こうした事実が浮かび上がってきますと、H もそうした流れの中で挿入されたのではないかと、私、林宏は考えています。 で、アンドレア・デル・ベロッキオについては、肖像画が残っていませんが、しかし、諦めてはいけません。以上は、偶然という言葉で、まだ片付けられる範囲の事実ということになります。が、これからはそうではありません。アンドレア・デル・ベロッキオ、ルカ・シニョリティ、それに、レオナルド・ダヴィンチです。 これら三人の芸術家たちは、1500年後のイエスの操り人形として働きました。が、この中で、この三人の中で、誰がボスかといえば、私はアンドレア・デル・ベロッキオを挙げます。一番、まあ、当時においてですね、年上であったということだけではなくて、アンドレア・デル・ベロッキオという名前で、大変、まあ、精緻な 絵画が描き残されています。セント・ジェロームということになっています。これはアンドレア・デル・ベロッキオが描いた絵ですけども、この絵は1500年後のイエスであると私、林許は判断しています。その証拠はこの続く動画の中で皆さんにお見せいたします。まあこれがアンドレア・デル・ベロッキオに描いたセント・ジェロームです。このアンドレア・デル・ベロッキオの描いた セント・ジェロームは人間ではありません。人間ではありません。その証拠が目の中に残っています。向かって左側の目に注意してください。えー、目尻のところでラインが一致していませんね。目の中に目がある。といった感じです。まあ、このような特異な下まぶたをしていたとも考えられます。 今、黄色で示したところが目尻です。ですから、ラインはここに収まっていなくてはなりません。また、この絵全体が写真のように正確で、眼球の上には白い光が描かれています。これがアンドレア・デル・ベロッキオのセント・ジェロームです。右がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われているセント・ジェロームです。この両者は全く同じです。やや角度が違います。ポーズが違いますね。右の方はやや口を開いています。 やや傾きが違うということですね。そして左の方がやや若いということです。で、こうして両者を比較していますと、全く同じなんですね。特に耳というのは指紋のように個人差がありますから、照合するときには大変便利です。その耳も同じだということです。小さな小鼻、それから大きな頬骨、割れた顎、割れた鼻先、まあ リオナルド・ダヴィンチの特徴を皆、このように兼ね備えています。まあ、リオナルド・ダヴィンチというよりもね、2500年後の当時としては、1500年後のイエスということになります。中深く比較してみてください。まあ、この目を見てですね、人間の目と思う人はいないと思います。そして、右の、えー、リオナルド・ダヴィンチの描いた、 せ、ジェロームの目の中には、瞬膜といって、トカゲなどの動物に見られる膜が描き込まれています。その証明も別のところでしました。そして大変決めることに、左のベロキオの描いたこのセントジェロームには、毛穴まで正確に表現してあります。キャンバスの横線が入ってますから、ちょっと見にくいかもしれませんけども、注意深く見てください。左がベロキオの セイジェロミンガダメージの書いた聖ジェロームです。この両者を比べてみますと、左の絵の方が精緻で、精彩で、完成度が高いということです。つまり、こういう点からも、ベロッキョがボスであると、私は、林漁師は、ボスであったと、私、林漁師は判断しました。当時としてはあるはずもない白い光が、この眼球の上に描き込まれています。 まあこうして細胞を見ていきますと、この両者は全く同じであるということですね。まあこれをどう解釈するかは皆さんの判断ということになりますが、しかし、ベロッキオイコールダヴィンチと考えれば、この謎は綺麗に解けます。そしてこの両者は二人で力を合わせて、あのイエスの洗礼の絵を描いたと言われています。 二人で力を合わせたというよりも、一人の、まあ、操り人形画家がですね、二つの名前を使って書いたと考えるのが自然だということになります。まあ、これら両者がですね、ベロッキオに書かれたか、あるいはレオナードに書かれたか、あるいは1500年後のイエスによって書かれたかということになってきます。繰り返しますが、ベロッキオの方が当時、 の年齢においてはダヴィンチよりも17歳年上でしたつまりレオナルド・ダヴィンチが存在したという証拠は何もないのですこの向かって右側の肖像画はインチキですそして同じようにこの肖像画もインチキです私たちがダヴィンチの肖像画と思い込んでいるこの肖像画もインチキですもし本物なら こうしたインチキな肖像画を用意する必要などなかったはずです。またそれを良しとはしなかったはずです。そして今回、名前もどうやら捏造されたと言いますか、アンドレアデルベロッキョの文字を並び替えて作られたインチキである可能性が出てきました。繰り返します。レオナルド・ダ・ヴィンチが存在したという証拠は何もないのです。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチは存在しなかったということに Narimas Bye. An artist named Leonardo da Vinci was a concocted artist in the Renaissance who did not exist. I Hiroshi Hayashi here again claim that an artist named Leonardo da Vinci did not exist. Leonardo da Vinci was a disguised Lucasino lady, another puppet artist for Jesus Christ after fifteen hundred years. Here I show you its evidence to prove this fact. ルネサンスにおいて、レオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家は、捏造された芸術家であって、かつ、存在しませんでした。存在しませんでした。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチは、1500年後のイエスに操られたもう一人の操り人形であった、ルカ・シノレッリの一人二役の芸術家だったということです。 それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広しはやし、ハーママ・シティ・ジャパン。ルカ・シノレリとレオナルド・ダ・ヴィンチは一人二役のつまり同一人物でした。しかも、ルカ・シノレリの方がですね、早く生まれてダ・ヴィンチの後に死んでいます。 そして、ダヴィンチの方は、鼻が大きくて、そして、ヒゲがあります。つまり、ルカシネレディがダヴィンチに変装することはできても、ダヴィンチがルカシネレディに変装することはできません。では、順に検証してみます。まず、この絵を見てください。左端の下にいるのが、ルカシネレディの自画像です。で、この自画像と、 私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と比較してみます。ルカ・シノレリとレオナルド・ダ・ヴィンチが同一人物であることをですね、皆さんにも分かっていただけると思います。そして、この生まれた年を見比べていただくと分かりますように、ルカ・シノレリの方が7歳当時年上だったということになります。ですから、大変奇妙なことに、 この絵の中に表現されている2人もちょうど7歳程度の年齢差があるように見えます。はまぶたのたるみなどにそれが表現されています。あるいは目尻のしわなどにもそれが表現されています。しかし、鼻を除くとあとは全く同じなんですね。もちろん右のダ・ヴィンチの方にはヒゲがあります。まあ、比べてみると、シノレリの花よりも 大きくて長いって言いますか高いですね。で、こうしてここが今日重要なポイントですから皆さんにしっかりと確認しておいていただきたいと思います。拡大して比較してみます。で、こうして比べてみますとですね、顔というのはですね、まあ普通は違いがないという点で同じというふうに判断します。がしかし、これら両者は そのレベルを超えて同じだということです。特にこの向かって右側の二人の左目周辺を比較してみてください。大変よく似てるってますか同じであることに皆さんはお気づきになると思います。ただし、右の方はややぼかしが入っています。上まぶたのたるみで7歳の年齢差を感じます。しかし、同じ人物なんですね。 で、目の周辺を拡大して比較してみます。上がシンロレディ、下がダヴィンチです。で、目の周辺を見てもですね、違いがないという点で同じだということです。眼球の位置、そして、まあ、下まぶたの表現方法ですね、そして目の付け根など、やはり違いを見つけることができません。左の方はですね、やや上まぶたが下がっています。 まあ年齢差をこのように表現したものと林広氏は判断しています。つまりこれらの絵はですね、同一時期でますかに描かれたということになるわけですよね。ちょうど実際の年齢差が7歳あるということですから、絵の上でもちょうど7歳の年齢差があるように表現されているからです。そしてこうして比べてみますと、上の絵に髭、そして鼻を付け足した絵が 下の絵だということになると皆さんもお気づきになると思います。つまり、シノレリとダヴィンチは一人二役のいわゆる同一芸術家であったということになります。兄弟とか双子とかそういうことは考えられません。つまり、ルカシノレリの方が先に生まれていたということにもう一度注意してください。ルカシノレリの方が7歳年上ということになっています。記録上はね。そして、 比べてみますと、これら両者は同じ人物である。シノレリは1445年、ダヴィンチは1452年に生まれています。そして、シノレリの方がダヴィンチより長生きして、ダヴィンチより後に亡くなっています。ということになっています。まあ、こうした事実をですね、積み重ねていきますと、冒頭で申し上げたような結論になるというわけです。もう一度、年代表を見ていただきたいと思います。 シノレリの方が先に生まれてダヴィンチより後に亡くなっています。一人二役の芸術家であったとするならば、シノレリの方が主で、ダヴィンチの方が重ということになります。しかも後で説明しますが、シノレリとダヴィンチは同じ思想で同じような絵を描いています、えー。セント・ジェロームの絵などは区別がつきません。なあち、死レリと ダ・ンチは同じ思想、同じ考え方を持っていたということです。で、結論ということになりますが、左がシノレリ、右がダヴィンチです。これら両者は顔を比較してみてわかるように、同一人物、すなわち一人二役の芸術家であったということになります。そして、ダヴィンチの花をですね、シノレリにくっつけてみます。そして、ダヴィンチのひげを、 シノレディにくっつけてみますすると、これら両者は7歳という年齢差はありますけども、同一人物になるということです。で、変装するとしたら、シノレリがダヴィンチに変装することはできますが、ダヴィンチがシノレリに変装することはできません。なあち、シノレリが大きな鼻を自分にくっつけ、ひげをくっつけたのが、レオナルド・ダヴィンチということになります。なあち、 私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチという芸術家は、ヒノのキの一人二役のも,のもう一方であって、そして存在しなかったということになります。今、つ,、まあ、つけ花、付け髭をつけてみましたが、こういうことになるわけですね。この両者は、同一人物、すなわち一人二役の芸術家であったということになります。あと考えられるのは、双子の兄弟であるとか、 まあそういったことですけども、それはありえません。もう一度、このシノレリを見ていただきたいと思います。このシノレリこそがダヴィンチの原型ということになります。鼻を大きくして髭をつけたのが、私たちが知っているレオナルド・ダヴィンチということになります。皆さん、レオナルド・ダヴィンチという芸術家は存在しませんでした。シノレリというのは、1500年後のイエスに操られた操り人形で あったわけです。その証明は続く動画の中でします。こうして1500年後のイエスがですね、芸術家たちを利用して、まあ、自分の教え、思想を広めようとしていたということです。まあ、続く動画の中でその証明をさらに深めたいと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Social consciousness come write about the concocted human history as follows. Our history is not what we think. Over the past few thousand years, we have warped our own history. Our versions of the past. Have been mistranslated, changed, altered, and skewed to fit our understanding of reality and completely being left our many things that we cannot explain. The Renaissance is just one of them. Hiroshihayashi, Hamama City. ジャパンルネサンスの芸術家たちは複雑にかつ有機的つまり密接不可分に絡み合っていました左上からアンドレア・デル・ベロッキオルカ・シノレッリリオナルド・ダ・ヴィンチミケランジェロ・ディ・プラノティラファエロ・サンティ そして、ジオルジオ・バサーリです。これらの芸術家たちは、つまりは1500年後のイエスの操り人形でした。そして、1500年後のイエスに操られ、人間との間でうごめいていました。そして、これらの芸術家たちは、それぞれに複雑に絡み合っていました。言うまでもなく、その中心にいたのが、 1500年後のイエスということになります。それをこの動画の中で説明します。まず、ジオルジオ・ヴァサーリとミケランジョロの関係です。これがジオルジオ・ヴァサーリの代表作です。この中央右のこの人に注意してください。 背中に奇妙なものが描かれています。それと同じものを、ミケランジロがシスティーナ礼拝堂の天井に描いています。ノアと三人の息子です。背中にヒレがあります。大変よく似ています。次に、シノレリとレオナルドの関係について説明します。シノレリの代表作です。 左下の老人に注意してください。それと同じ老人をレオナルドが書いています。レオナルドが書いたセント・ジェロームです。この二人は区別できないほど大変よく似ています。左がシロレリ、右がレオナルドということになります。大変よく似ているということです。 同じように、ベロッキオの書いたセント・ジェロームと、レオナルドの書いたセント・ジェロームは大変よく似ています。ベロッキオの書いたセント・ジェロームです。右が、レオナルドの書いたセント・ジェロームです。この二人も、やはり区別ができないほどよく似ています。レオナルドとラファエロ、 サンティについても同じことが言えます。これはレオナルドが書いた代表作、受胎告知です。この右下には3本指の魔女が描かれています。3本指です。そして右がラファエロ・サンティの書いた絵ですけども、全く同じ3本指の悪魔が描かれています。3本指です。その先には、 爪が正確に表現されていますまた、シノレリとレオナルドは一人二役の芸術家でした。シノレリの顔に大きな鼻とひげをつけたのが右のレオナルドということになります。ただ、7歳年上ですから、上まぶたのたるみ、目尻のしわなどにその年齢の差が 表現されています。それを除けば、この両者は全く同じです。シニョレリとレオナルドは一人二役の芸術家でした。ラファエロはフィレンスへ着くと、まず最初にレオナルドの門を叩きました。指定関係にあります。これは レオナルドが書き残した奇妙な動物たちです。そして右下がモナリザのスケッチです。ラファエルの作品です。この膝の上にはユニコーンが描かれています。しかしこれは馬ではありません。似てひなり。馬に大変よく似ていますけども、どこか違います。耳に注意してください。シニューレリとト。 レオナウドは一人二役の芸術家でしたから作品が似ていてもおかしくありませんが作品というよりもそのアジェンダに共通性が見られます左はシンロリンの描いた聖母子です右が受胎告知の絵です右にいるのがマドンナということになりますこの両者の服装を比べてみてください よく似ているというレベルを超えて一致しています。要するに一人の画家の癖が出ているということになります。特にスカートのシワに注意してください。ベロッキオとレオナルドの共同作品がイエスの洗礼ということになっています。イエスの洗礼です。この中に 二人の子供が描かれています。明らかに虐待を、虐待を受けた子供たちです。そして同じ子供が死の霊りの絵の中にも描かれています。目に注意してください。やはり虐待を受けて目は腫れ上がり、頬にも傷があります。そしてよく見ますと、眼窟の聖母の中の右下の子供も目が腫れているように見えます。確かなことは言えませんが、 晴れています。そして、レオナウドとラファエロ・サンティの関係です。もう一度、岩窟の聖母に戻ってみます。左がルーブル版、右がロンドン版です。この両者は微妙に違います。左の子供は皮膚がめくれています。中央はそれが修正してあります。そのちょうど中間に描かれているのが ラファイロのこの聖母子の絵です。衣服のようでもあり、まあ、神秘がめくれているようでもあるということになります。レオナルドとミケランジョロの関係も大変興味深いです。レオナルドが書き残したスケッチが解剖図です。この人物に注意してください。向かって右側の目に注意してください。縦線一本です。 そしてそれと同じ目をミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画として描いています。左はやや見にくいですけども注意して見ていただきますと縦線一本だけだということがわかります。他にもう一つ皆さんに例をお見せします。レオナルドとミケランジェロです。これもレオナルドが書き残したと言われているスケッチ画です。 これが2000年前のイエスということになりますが、この人物と同じ人物が、ミケランジョロのカッシノの戦いの右下に描かれています。頭には花冠を被っています。この両者も全く同じです。つまりこのような形で、ミケランジョロはこれがイエスであることを示しています。左がレオナルド、右がミケランジョロの絵です。 レオナウドとラファエルの関係について一つ補足しておきます。レオナウドが書き残したと言われている眼屈の聖母です。今度はその左下の子供に注意してください。この子供の目を見ていただきたいと思います。その目と同じものがですね、ラファエルの書いたジプシーの少女の目に描かれています。目全体が黒くて、瞳との 区別がつきません最後に、ベロッキオとラファレロの興味深い関係について話しておきます。これは、ベロッキオの自画像と言われています。その上に、一人の神らしき人物が描かれています。この人物と全く同じ人物が、ラファエロの代表作、アテナイの学童の左下、すなわち、 タゴラスの絵として描かれています。両者を比較してみてください。全く違いがないという点で同じと私、林博士は判断しました。左がペロッキオ、右がラファエロです。以上、こうして6人の操り芸術家たちがつながっています。もちろんその中央にいるのが 1500年後のイエスということになります。で、結論ということになりますが、もう一度最初から今日の動画を見てください。私たち人間には、私たちの知らないもう一つの別バージョンの歴史があるということになります。ルネサンスとて例外ではありません。 6人の芸術家を選んでみました。これらの芸術家たちは、それぞれが複雑にかつ有機的に絡み合っています。それを今日皆さんにお見せいたしました。これを偶然というのか、それとも互いに話し合ってこのように決めたというのか、それはわかりませんが、今から 500年前です。現在のような通信手段も、そして写真方法もありませんでした。そういう時代にこうした絵画が書き残され、そしてそれぞれが複雑に有機的につながっているということです。これが事実です。この事実をどう考えるかということになります。シノレリとレオナルドは一人二役の芸術家でした。 つまり、レオナルドは架空の、つまりは存在すらしなかった芸術家ということになります。レオナルドが存在したという根拠はどこにもないのです。そして地球にはいないと思われるこうした動物がレオナルドあるいはラファエロによって書かれています。そして一人の作家の癖が様々な絵画の中に共通して現れています。 これもその一例です。そして、それぞれの芸術家たちは複雑に絡み合っています。この子供たちの目は腫れ上がり、明らかに虐待を受けています。レオナルドと、そしてラファエロも繋がっています。 左のような皮膚ではまずいということで、ロンドン版では書き改められたものと判断しています。そして、この絵ははっきりしませんが、しかし、システィな礼拝堂のこの絵と比べてみますと、やはり左の解剖図に描かれた男の絵は、縦線一本だけの目だというふうに判断できます。そして、レオナルドとミケランジェロも密接に繋がっています。これら両者は同じ人物すならち、 2000年前のイエスということになります。その証明も別のところでしました。そして目についてもはっきりしませんが、ラファエロの目と比較していただけますと、この左の子供の目は大変おかしいということになります。そしてベロッキオとラファエロも繋がっています。この両者は全く同じです。時代を超えて全く同じです。 ま、これが事実だということですね。つまり私たちの知らなかった事実ということになります。最後にもう一度、6人の芸術家を選んでみました。これら6人の芸術家は、それぞれに複雑に、かつ有機的につながっているということです。今日はその中のほんの一部分を例として皆さんにご覧いただきました。 そして、この複雑に絡み合った関係の、その中心にいるのが繰り返しになりますが、1500年後のイエスということになります。その1500年後のイエスが、こうした操り芸術家たちを使い、そして人間との接触を図っていました。つまり、これら6人の芸術家たちのアジェンダを調べれば、その向こうに イエスのアジェンダを知ることができますその動画をこの後に,後につなげておきますからどうかご覧になってください。1500年後、今から500年前のイエスということになります。 God Question Organization answers as follows regarding Illuminati. The Illuminati Conspiracy is a conspiracy theory which holds that there is a global elite society that is either in control of the world or is seeking to take control of the world. But all puppet artists of Jesus after 1500 years in the Renaissance were all its Illuminati members.Got All Organization は Illuminati について次のように簡単に説明しています。Illuminati というのは世界支配を目論む現実の歴史及び フィクションに登場する秘密結社の名称のことであると。しかし、ルネサンスの1500年後のイエスの操り人形であった芸術家たちは皆、そのイルミナティのメンバーでした。広志林、浜ハママシティ、ジャパン。 トップバッターはアンドレア・デル・ベロッキオです。アンドレア・デル・ベロッキオ。彼の自画像として紹介されているのがこのイラストです。この向かって右側のこの人物に注意してください。ベロッキオの自画像を飾っているこの人物の手には直角定規が握られています。 直角定規、すなわちフリーメイソンのシンボルマークです。ペロッキオはフリーメイソンのメンバーでした。次にルカ・シノレッリとレオナルド・ダヴィンチです。ルカ・シノレッリとレオナルド・ダヴィンチは一人二役の芸術家でした。 レオナルド・ダ・ヴィンチは存在すらしていませんでした。レオナルド・ダ・ヴィンチのよく知られた肖像画について説明しておきます。これが元のデータベースです。それから中央の顔ができ、下の顔ができて反転し、そして私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画になるものが捏造されました。もし実際に実在していたのなら、 このような小細工をする必要はありません。つまり私たちが知っているレオナルド・ダヴィンチなる芸術家は存在しなかったのです。ルカ・シノレティの顔に長い大きな花とそして髭をつけたのがレオナルド・ダヴィンチということになります。そして私たちが知っているこの肖像画すらも 捏造されたものということになります。ルカ・シネオレディです。そして、リオナルド・ダヴィンチです。今も言いましたように、この両者は全く同じです。鼻と髭を除いて同じです。ただ、ルカ・シネオレディの方が7歳年上でしたから、まぶた、上まぶたのタルビーなど、あるいは目尻の シワなどによってその年齢差が表現されています。7歳年上でした。その鼻と髭を除けば、この両者は全く同じです。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家が存在したという根拠がどこにもないということです。貼り合わせてみますと、ピタリと顔が一致します。 ルカ・シノレリイコール・レオナルド・ダヴィンチということになります。1500年後のイエスの操り人形芸術家たちでした。先ほども言いましたように、アンドレア・デル・ベロッキオはですね、フリーメーソンリーでした。で、そのアンドレア・デル・ベロッキオの英語名の文字を並び替えててきたのが、 実は、レオナルド・ダ・ヴィンチだということです。英語名で称号をしてみます。つまり、上がアンドレア・デル・ヴェロッキオ、下がレオナルド・ダ・ヴィンチです。文字を並び替えてできたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチということになります。ただし、これは英語名ですけども、何らかの形で、イギリスが関係していたものと思われます。一つ、合わないのは、 右から3文字目の H ですけども、この H だけは下のレオナルド・ダヴィンチにはありません。そこは注意してくださいえ。ともかくもこのようにして、アンドラ・デル・ベロッキョとレオナルド・ダヴィンチ、そしてルカ・シニョレディが繋がるということになります。つまり、3人ともフリーメイソンリーであった可能性が大変高いということになります。まあ、ただ、 レオナルド・ダヴィンチの作品の中には直接それを証明する証拠は今のところ私は見つけていません。中央がアンドレア・デル・ベロッキオです。そしてレオナルドと繋がり、そしてシノレリと繋がるということです。アンドレア・デル・ベロッキオと レオナルドの書いたイエスの洗礼の絵です。ミケランジョロはイルミナティのメンバーでした。その証拠がミケランジョロの代表作、ペータ像に残っています。このペータ像の向かって左側、マリアの右手を見てください。中指と クスリビがくっついていてますイルミナティのシンボリックなハンドサインということになります。このハンドサインはその後30数年後にイエズス会のハンドサインともなりました。イルミナティのシンボリックなハンドサインです。それがペータ像の中に表現されています。そしてそれがイエズス会の ハンドサインとなりました。イエズス会です。中指と薬指がくっついています。そして中央のライト、ラップには7本の光線が描かれています。7本の光線です。後のフリーメイソンの、がアメリカに送った10の像の光線の数と一致します。 まあこのような形で、イエズ・ス会は自分たちの立場を固示したということになります。こうして繋がっていきます。7。すなわち、ミトラ教でいう7、非数字へと繋がっていくわけです、そしてそれが自由の像の7本の光線へと繋がっています。もう一度言いますと、これはイルミナティのシンボリックなハンドサインということになります。 フランシスコ・ザフェルもそのハンドサインをしています。つまりこのような形でミケランジェロ・ボーナルティは自らがイルミナティのメンバーであることを示しました。イルミナティというのはフリーメイソンの上位団体です。で、そうした姿勢をですね、 ミケランジェロは様々な作品の中で残しています。中指と薬指というのは自然な状態では大変くっつきぬくいんですね。ですからやや中指と薬指を曲げた状態でそのハンドゥサインを現在はしています。湿水な礼拝堂の壁画に書かれている紙もそのマラヌスの手をしています。注意深くご覧ください。 そして、この絵の中にもそれが表現されています。中深くご覧ください。中指と薬指がくっついています。えつまり、ミケランジェロはイルミナティのメンバーでした。そしてこの絵を描かせたのは1500年後のイエスということになります。こうした操り芸術家たちを操り、そして自らのアジェンダを1500年後のイエスが 私たち人間に伝えていたということになります。次に、ラファエロとレオナルドの関係について説明しておきます。ラファエロもイルミナティでした。で、ラファエロがイルミナティ、あるいはフリーメイソンであったとするならば、 レオナルドもフリーメイソンということになります。その一つ、証拠の一つが、このラファエルの描いた絵の中にあります。三本指の悪魔が描かれています。三本指の悪魔です。ラファエルの解体です。そして同じ足をレオナルドが受胎告知の中に描いています。最もよく知られた絵の一枚ということになります。その絨毯の下から悪魔の足が 出ていますこのような形で、レオナルドはマリアが魔女であることを示しました。by 林博です。ここに三本指の悪魔が描かれている点に注意してください。そしてその足はラファエルの描いた悪魔の足と一致します。こうしてラファエルとレオナルドが繋がりますが、それだけでは足りませんね。これはラファエルの描いた絵です。モザイク画です。その中にこのような絵が残っています。 この頭に注意してください。7本の光線が、光線とは言えませんけども、突起物が出ています。7個の突起物が出ています。7個です。言うまでもなく、7。ミトラ教の非数字です。ミトラの光線も7本です。そして、えー、十の像も7本です。つまり、ラファエロは、 フリーメイソンリーでした。そして、その流れと繋がっているのが、レオナルドということになります。残るは一人。ジオルジオ・バァサーリということになりますが、ジオルジオ・バァサーリの証明は簡単です。この一枚の絵でそれが証明できます。バァサーリの描いた 代表作です。そして向かって左側の女性が手に持っているものに注意してください。直角、定規とコンパスを持っています。なおち、このような形でジオルジオ・バサハリは自らがフリーメイソン D であったことを証明しています。直角、定規と、そしてコンパスです。この一枚の絵がそれを証明しています。そして周りにいるのは背中にヒレのあるレプタリアン族ということになります。 ラム族です。直角定規とコンパスを持っています。これでバサーリもフリーメイソンリーであったことが証明されます。以上、6人の芸術家たちを紹介してきました。イルミナティスなわちフリーメイソンの上位団体ということになります。アンドレア・デル・ベロッキオです。 ルカ・シノレディです。そして、その、もう、二人、一人二役の、もう一人の、リオナルド・ダ・ヴィンチ、そして、メキャラ・ンジョロ・ボーナラルティと続きます。ラファエロ・サンティも、フリーメイソン・リーでしたね。そして、ジョルジョ・バサーリも、フリーメイソン・リーでした。まあ、こうして、六人の芸術家が繋がりました。これら六人の芸術家は、今まで私が証明してきましたように、千五百年後の、 イエスの操り人形でした。人間には描けるはずもない絵を描いたり、人間には彫れるはずもない彫刻を彫ったりして、人間と、まあ、接触、それを見せてですね、人間と接触していました。すべてはイルミナティでした。1500年後のイエスの操り人形でした。その中央にいたのがイルミナティということになります。 つまり、イルミナティは、俗に言われているように、フィクションに登場する秘密結社などではないということです。皆さんが今ご覧になっている絵は、フィクションではありません。現実の絵です。続く動画をどうかご覧になってください。バイ